最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられているね。避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたい。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国だね。今回は日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だけど、ここに日本が建造物を作るのか?という件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員で、今やタカ派として名高い高市早苗だけど、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の、一人として同世代の女性からの支持も多かった人物だね。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたから、女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇の置き先候補として必ず名前が挙がった。小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、当然この方も女性たちの憧れの的になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていたね。さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺井天、河合克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたみたい。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名で、いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだね。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だな。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だが、そう思っていないのが中国で、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられており、その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したわけだ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したぜ。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土で、1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だね。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だけど、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したんだけど、
何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよ。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と日本国内の期待が高まった時期もあったんだけどね。ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだ。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思うが、これは当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたわけだ。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相で、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだな。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたんだろうな。国防国防と題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったよ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないし、日本のものは何もないからという理由もあるようだね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだと思うよ。高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘したんだ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍艦のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見で、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだろうね。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしいな。平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じられるぜ。日本が頼るアメリカだが、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているな。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるのだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法ということだな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたらしいね。現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるし、
こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があると思うよ。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場で、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見なんだろうし、賛成意見も多いみたい。試験だけど、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施したね。ここでは、導入が中止されたイージスアショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したぜ。さて今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備している、パトリオットミサイルによって対処する体制を整備したんだ。しかしこれはあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスケックミサイルデフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたぜ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージスアショアの導入が決定されたってわけだ。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージスアショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したんだ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたけど、
敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったね。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、ANSPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したよ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦であるマヤカタ護衛艦で運用されている、ベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン Q-C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD-5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャ化イージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているな。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、24時間警戒体制が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな改修で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているぜ。イージスシステム搭載艦の主兵装には、艦対空スタンダードミサイルスタンダードミサイル SM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸改修の後に導入が予定されている12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だね。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるんだって。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、ANSPY-7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるらしい。マヤカタ護衛艦に搭載されているレーダーは ANSPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 ANSPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたな。しかし、防衛省ではオージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、
実写試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY7 の方 SPY6 よりも安価となること。現時点で SPY7 を SPY6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージスアショア用として ANSPY7V12 機の購入をロッキードマーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや ANSPY7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているようだな。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY-1D や SPY-6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているね。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージスアショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っているね。F-35B 戦闘機の配備基地が宮崎県のニュータバル基地となっているが、ロシア情勢も考えると42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなどについてもいろいろ考えられるな。さて今回は、護衛艦出雲加賀が建造されるきっかけを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが F-35B 戦闘機はニュータバル基地に配備され、ロシア情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われているよ。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな環境分野への進出も政治と連動して進化されてきているからな。このような状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載使用出雲型護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いないね。出雲型護衛艦は海上自衛隊の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されているよ。出雲型の初舷は基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル。全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルとなっているよ。上記初言から名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしてほしいな。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されているんだ。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったぜ。こうした経緯から中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や航船の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事になっているわけだ。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、
航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていたんだ。仮に中国との有事が起こった際には在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだな。こうして米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニングツビー型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出されたよ。それを理由に出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったんだ。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を元来より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるんだけど、これ以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇がすでに存在していたよ。それが1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦であり、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇だね。この大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では LPD ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にある L ドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用することができるぜ。ただし、大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量1万4000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており前とした出雲型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかるな。この艦が全通式の飛行甲板を有していてもヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、従ってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっているらしい。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられるぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではないんだ。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前身となったのは2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が最初だったね。この日向型護衛艦は基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも冒頭の初言と比較してもらえばわかるが出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つんだ。日向型護衛艦にはヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時初着陸は3箇所で実施できる仕様となっているよ。ここで日向型と出雲型の相違点の位置に挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲手S2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみなんだ。これに対して日向型は 20mm バルカン砲のシウS2機搭載は同様だが、324mm の3連装のマーク。
32魚雷発射管に1マーク。41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セル2アスロック対戦ミサイルを収容している艦だな。出雲型は必要最低限の固艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装らは護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比べてみれば、日向型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷けるぜ。今のような世界情勢になったからこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているけど、日向型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかったんだよね。そのため大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はされていたけど、日向型の建造に際しては政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになるよ。5つ目の案はすでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的であり、その後の出雲型へと繋がる実績を作ったと称えられるけど、今から考えれば覚醒の感が拭えない気持ちだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。